何？寝てるの？寝てるな。寝るんだね。ね、セーブしたとこまで戻ってきてしまったけんね。じゃあここから、ちょ待って、馬呼ぶわ。馬呼ぶわ。これで、こっちの方向やったよね。あ、馬のままで上がれるんや。めっちゃスイスイ。あ、ここからは上がれないのね。なんでここからは上がれないの？さあ、とりあえず向かっていこう。また近へ近へと敵と戦いながら、よし来た。1階にはモンスターはいないのね。この辺から、お、びっくりした。また。ただのコウモリね。そこドラキーとかでもなく。今度こそ。うわ、びっくり。あ、そっか、これがいるのか。これ、あ、でもこれがいるって言っても今いらんよね、ボス戦やけん。じゃあちょっと帰りしに取りに来るわ。取りに来るとかそういうことじゃないかもしれんけど。魔法の生成2個見つけた。じゃあ行きまーす。よし。さあ今度こそやっつけれるだろうか。2匹もおるっていうのがね、1匹にしてくれんかな。1匹にしてくれんかな。火炎人。そう、これもね、これもレベルを上げようった時に新しく覚えた連携技。私ゾーンに入ってたのか。入ってたのか。え、これ何回も聞くの ?2 回？お、なんか1匹もうやっつけれそうじゃなかった。ほら、何回もなんか発動するんやけど。いいね、いいね。ふぅ。え、この連携技めっちゃいいやん。そしてまたしても、ゾーンに入りましたよ。お、いいね、いいね。ほら、もう両方とも。時間なんかな？回数なんかな？とりあえず1匹はやっつけたんだな。やったー！倒した！イエーイ。イエーイ。なんかあれだな、さっきのもさ、体力気をつけれてれば、やっつけれたんじゃないの？結構あっさりやっつけたような。チッってこずらせやがって。しかしなんだってモノがオーブを狙ってやがるんだ。そのオーブが一体何なのかが私にはまだよくわかってないんだけど。まあいいか。やっと手に入った。長かったぜ。諦めかけていたレッドオーブが、今はこうして俺の手の中にある。アイナ、俺は確信したぜ。お前と一緒にいれば、いつか俺の願いは果たされるとな。おっと、願いは何かって質問出したぜ。これは俺の問題だからな。じゃあ言うなよ。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた、東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。東、旅立ちの祠ね。で、その前にちょっとそこのキラキラしたやつ。あ、これでどこに行けるの？やっぱあれ？神殿外部のところかな。ゾーンに入って一発からくりエッグ一発、いいねいいね、みんな一発やんみんな一発やん。よし、これで乗れる。あぶつかったぶつかった。乗ってないやん。え、あの途中にあったさ、神殿外部って出るところで多分使えるよね、からくりエッグの。お、いいね、かっこいいねかっこいいね。無駄なところでゾーンを解放したけど何、戦闘の時にはわざわざこれから出てきてるの？てかこれに入っててもモンスターに襲われるってどういうことやねん。モンスターに見えてるでしょうがモンスターに見えてるでしょうが。そしてなんか動かしづらいな。こっち？こっちじゃないな、こっちだな。どの辺だったっけな。あ、こっちこっち。邪魔だわ邪魔だわ。まあ、とりあえずある程度やっつけてレベルも上げなければいけないけれど、次いつね、ああいうちょっとボス的なの出てくるかわからんもんね。旅立ちの祠やったんだっけってことはしばらくは移動だけになるんかな。まさか旅立ちの祠になんか旅立ちを防ぐための何かがおったりせんよね多分ただワープして終わるような気がするけど、結構遠くまで飛んでいくんかな。回復回復。お、マジックポイントないやん。何、味方の方チラッと見ようか知らんけどなんだ、さっきから攻撃しては回復しやがって、全然やっつけれねえじゃねえか。なんか敵減ってます？減ってないよね敵減ってないよね。何、レベル上がったんじゃなかったっけ。バシバシや、お小指スライムの MP がなくなった。よし、こっからちょっと猛攻をお前使えるんかい。ちょ待って、なんかみんなどうしたの？なんか体力多くないですかみんななんか体力多くないですか？気のせい？さっきまでもうちょっと2発ぐらいでやっつけられてなかったっけ？なんか超耐えるねなんか超耐えるね、どうした？会心の一撃。よし、やっとなんかいつもの感じよいしょ、けい。なんか長かったなんか長かった。で、こっちだ。違うわ、逆やわ。こっちじゃないこっちじゃない。大丈夫、ホイミスライムおらんけん。こいつらも回復するけど、なんでさっき穴かかったんやろうね。ほら、あっという間やん。こっちこっちこっち。そう、ここだよ。乗り物では越えられない段差、どういうこと？え、何、どういうこと？人間で越えられるのに、人間で越えられるのにあれに乗ったことによってなんか越えられなくなったのは意味がわからないんですけど。え？何？どこで使うのじゃあ。じゃああれなの？なんかちょっと途切れとったところをジャンプで通るようになるってこと？近道用なの？あ、これ入り口のとこよね、多分。へえ。使いどころがわからねえ。だってこれ持ち運びとか別にできんやろ。ちょっとスモーク邪魔だな。多分降りたら抜け殻がここにあるだけな気がするんよね。へえ、どういうことよ。どういうことよ。意気揚々と乗り込んできたのに。関係ねえ。関係ねえ。超虚しかったんやけど、今。お、いいね、いいね。避けたね。だって確実にさ、神殿外部って書いてるとこの、なんか微妙に階段っぽい感じの段差のとこやと思うやん。思うやん。違う。まあいいや。もういいや。あれかな？東の旅立ちの扉に向かおうか。ってことはもうリレミツで、出まーす。リレミトで。出れたよね、出れたよね。あれ来とったら出れんとかいうことないよね。出れた、出れた。おし。さーて。さーて、向かおう。東の旅の扉。これ別に夜になったらなんかあるとかじゃないやろ。誰もいない。誰もいない。こういう場所にも馬を呼ぶところが欲しいんですけど。ないな。これで、旅立ちの祠。間にあるピンクのところは何？てか間にキャンプ場もあるんやね。とりあえずちょっと寄れそうなところは寄っていこう。なんかここめっちゃ光ってない？アイテムが落ちとるね、アイテムが。いきなりちょっとめっちゃ道外れていくけど。いきなりめっちゃ道外れていくけど。夜になったらこういうの遠くからでもすごい目立つね。蝶の羽を手に入れた。虫れとった。道ないやん。行く方向道ないやん。全然違う方向向かっていきよった私。危な。危な。あれ？小屋ですか？違うか。小屋？キャンプ地。蚊におりすぎじゃない？なんかキラキラしよる。何これ？ちょっと待って。邪魔だから。軍隊ガニ。なんかめっちゃ草刈り取ったんだけど。ねえ。めっちゃ草刈り取ったんだけど、あれ何？そういう取り方ができるの？コットンソウ。夢見の花。コットンソウ。何？種類が違う。2種類ある。同じ葉っぱを刈り取ったような気がしたんだけどな。ここキャンプ地じゃないよ。キャンプ地じゃなくてなんか、これなんかストーリーに関係あるやつってことか。ピンクの。することがわからなくなったら。旅立ちの祠？そんな立派なもんか知らねえが、古い祠がここから東に行ったところに一つあるぜ。あんな場所に行きたいなんて、あんちゃん随分と物好きだな。こんな夜遅くに。何時か知らんけど。釣りを。ちょっとお邪魔するね。壊せそうなものあるかな？壊せねえ。この壺とか割れそうじゃない？13ゴールド手に入れた。お金。お金。以上か。ここから。入れんかった。入れんかった。海の中入れるんかと思ったし。これ向こうの方向ってことか。向こうの方向にキャンプ地があるっぽいけん、ちょっとそこのキャンプ地でセーブをしておこうかな。お祈りお祈り。こんなところまで来てもまだビッグハットがいるのか。仲間を呼んだ。この辺レベル上げに使えそうなところやね。仲間を呼ぶ系は。へいへい。お、小さな甲羅を道具袋に入れた。甲羅剥ぎ取ったのかな。あ、これか。これだこれだ。なんかすごい寂しいとこやね。これってこれで休むだけでは全然回復はできんねよね。回復はできんねよね。とりあえずじゃあお祈りを。ここでお祈りをして。あ、これでさっきのキャンプ地まではもう戻されずに済む。戻されずに済む。でもってここにちょっと馬を呼べる金が。よし。東の方向に。あれやね、満タンにしとこう。よし。あれなんか海の中光ってない？光っとるよね。あれはあそこまでなら入れるの？あ、浅瀬、浅瀬。不思議な海藻を手に入れた。何？寝てるの？寝てるな。寝るんだね。寝るんだね。あ、この下をくぐって。下はここになって、馬を呼んだ意味は？もう早速馬いなくなりましたけど。何どこだよこれ。こっち？あ、ここ？ん？ここって違うわ、こっちだ。いやー、方向がすでにわからなく、こっちやね。ここを抜けたところに祠があるということですか。どれ？あれか。あれだ。お？何？馬？追っ手か。ああ、ほら。早く旅立たないとやられるよ。見つけたぞ、悪魔のお米。くそ。ここまで追ってくるとはな。おお、降りてくるよ、降りてくるよ。おい、逃げるぞ、アイナ。逃げてー。え、何それ、どこの馬？その辺の馬？なんかカミュ普通に馬に乗り出したんやけど、何？え、あっちも馬持っとったっけ？あー、狙われる。なんてこと。待って待って、拾って。今だ、悪魔の子を捕らえろ。アイナ、捕まれ。おいけー。さあ早く祠に。お、あざか。アユナ、石だ。じいさんからもらった石を出せ。あ、そっち。なになになに。お、なんか共鳴してる。あ、封印されとったんこれ。逃すものか、技を言う悪魔の米。あー、危ない。当たった。走るぞアイナ。これであっちが来る前にバンって扉が、お、何落としたの？なんか落とさんかった？気のせい？しまった。お、ほら落としとるやん。なんかなんだあれ、布切れ。あゆな、逃がしはせん。地の果てまで追いかけてやるからな。シンデレラ的なあれを頼りに探されるよ。ふう、なんとか助かったみたいだな。そしてここはどこですか？なんか不気味な感じの場所に来たけど。しかし、ここはどこだ？見渡す限り何にもねえぞ。ここはどこ？マップはちゃんと見れるかな？災いを呼ぶ悪魔の子。汚名を着せられながらも、グレイグ将軍の追撃を振り切った勇者に贈られる称号。神父さんおりやん。お、称号を集め見習い。称号を獲得した数が10個以上となった者に贈られる称号。小結び産地。何そのおむすびみたいな名前。向こうに行商人もおるんかなあれ。永遠に動かないと言われていた祠から人が出てくるとは驚きました。何者かは存じませんが、助けになりましょう。こんな夜更けに我が教会を訪れるとは、何かお困りかな？お、お祈りを。お祈りをしておきます。じゃあ今回はこの辺で終わりにしようかな。はい、ということで、めっちゃおじさんに見つめられるけど。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれかな、思っとるよりもレベルを上げとった方がいいんかな。結構強かったよね。